こんばんは。中村舞です。お疲れありがとう。こんばんは。やっほー。お疲れありがとう。ノーメイクで失礼いたします。こんばんはお疲れ、お疲れありがとう。ハイビスカスもありがとう。ハートもありがとう。そう、明日がツアーです。ツアー福岡はそうなんですよ。昼と夜2公演ありますのでよろしくお願いします。ハートありがとう。お疲れもありがとう。福岡ですよ。行くよ。お、嬉しい、ありがとう。前回のツアーできなかったね。そうよ、福岡がそうね、ちょうどコロナでねなくなっちゃったので。お疲れ、ハートかわいい、ありがとう。真珠もありがとう。アイドルズのカメラエリア、カメコエリア販売始まった。そう、なんかアイドルズのカメコがあるらしくそうなんですよ。パフォーマンスの部、なんか分かれてて、演劇パートと歌パートみたいな感じで分かれてて、演劇、そう、演劇じゃなくて歌っていうかパフォーマンスパート、そのもう歌う曲とかも発表してるんですけど、そう、ただただアロハありがとう。何分ぐらいあるか気になります。全員でね通したことはないんだよね、まだ。だけどそうね、一人ずつソロが2曲フルサイズであって、だから8でしょ。でユニットが2-2で2曲あって、で日替わりソロが1曲あって、4人でやる曲が3曲ぐらいあるから、結構長い気がする。しかも全部フルサイズだから、基本フルサイズですね。割と長いと思いますね。何分あるかな、全部で計算したら。振り付け、そう、この間振り入れしたりとかしましたね。で、ちょっと計算できんわ。何分ぐらいあるやろ。ちょっと今みんなで集まって全曲一回通してみようってのを、演劇パートはあるんですけど、歌パートのは結構個別でソロとかやってるから、それ2曲あるんだ。そうなんです。1曲はキャッチミーっていう曲と、もう1曲は青い珊瑚礁。どっちもフルサイズで、あともう1曲日替わりであるんですけど、日替わりなのでそれは誰がどこで披露するかっていうのはちょっとまだって感じなんですけど、って感じですね。そう、ちょっと何分ってちょっと明確に答えれんくて申し訳ない。こんな感じですこんな感じでございます。一人ソロが2曲フルサイズと
ユニット曲が、2人ユニット曲が1個ずつあって、みんな日替わり4回のうち1回、そうそうそう、なんでどこかね、そうね、そう4公演あるんですよ。なんでその4公演のうちのどれかって感じですね。ありがとうございます。ペンラとかあり？え、ペンライトってことだよね。え、どうなんだろう。でも私は結構その歌パフォーマンスのところは結構みんななんか手拍子とかなんかこう、こういうのやってほしい感じだからな、持っててほしいが、うん、なんかいいはずなと思うんだけど、わかんない。案内出るかな？でもなんか温かい目で見守ってほしい。もう本当にウィーンって感じなんですけど、温かい目で見守ってください。そう、緊張するよね。 NG じゃなければ、うん、ありがとう。緊張しますよ。私もう、え、来週、そうよ、来週。ファイト、ありがとうございます。確かにパフォーマンスはブロックがあるってことでどうなるか分からんよね。なんかどういうルールなんか分からんもんね。そうだよ、緊張し、緊張するよ。昔はあんまり緊張しなかったのに、いつの間にかこんなに緊張するようになった。なんでですかね。アロハ、ありがとうございます。キャッチミー、キャッチミーマジで難しい。難しいです。ちょっとねパッキングずっとしてたんですけどね、もうね一向にね終わらんくてね、なぜでしょう。大選択する。今日ね、今日ね本当にねもうねびっくりするようなことが起きたんですよ。本当に聞くとびっくりしますよ。もうね今日ね本当にびっくりすることが起きて、歩いてたんですけど道を、なんか自転車にはねられたんですけど、びっくりして、なんか自転車に
そう、事故したっていうか。でもさ、割と普通に跳ねられすぎてさ、2、3メートルぐらい飛んだんですけど、なんか自分体幹がすごすぎて、立ったまま着地して、その体幹がすごって私なんかちょっと自分で言うのも変なんですけどなんか体幹がすごかったんですよ、意外と。で立ってえっみたいな、痛いってなって、そうめっちゃ痛かったんですけど、体調不良くる、そうなんか腕がでも驚いたんですよ、本当にびっくりしました。大丈夫、なんか分かりません、折れてないよ、大丈夫、なんか打撲したかな、分かんない。でもね、あ、ちょっと様子見するわ、病院とか行ってないよ、なんかね、なんか大丈夫みたいになって、でも私なんかびっくりしすぎてなんかみたいなもうなんかびっくりしすぎてて、本当にえ、行ってないよ、だってもうなんかそんな感じじゃなくて、そう、なんかこんなに真面目に事故に遭ったの初めてすぎて、ありがとう、事故や、ね、事故やんね、びっくりしました本当になんか飛びました、ちょっと、うわ、なんかどうもありがとう、ミッキーさんありがとう、ありがとう、わパイナップルだ、かわいい、ねえ、届けに行かんといけん、でも今は届けたってもう誰か知らないもんありがたわ、サヤカリンがマイキューが飛んだ夢見た、ちょっと待って怖い、今日飛んだわ止めました、いや結構真面目にやばかったけどね、なんかちょっと自分がなんか強かったんですよ、なんか多分勝ったんですよね、あの怪我とかそこまでしてなくて自転車に勝ったんですよ、うつうつ、いや、そう、びっくりしました、届け出て、どうやって、でももうその当たった人知らないんだもん、だけどね、そうそうなんよ、なんかちょっとこうやって歩きよったらこっちから自転車が来てポーンみたいななんかさ、こけるもんかって思ったのか分かんないんですけど、めっちゃ立ってる自分にもちょっと驚いた何が起きたんだこりゃ、怪我ない、なんか痛かったけど痛いみたいな感じで、わかんない、痛かったけどね、別になんか折れてないよ、全然大丈夫、でも私の体幹が意外と鍛えられてると思ってそうなの、いやなんかこ今日は悪い日だって思いました、良くない日、ついてない日、病院行った方がいい、行く時間ないよ、でも大丈夫だよ、なんか悪かったらすぐに言うよ、
私のね、今日びっくりしたエピソードね。本当にびっくりした。びっくり、うん、びっくり。なんかね、いや、そう、こけてたらね、もっとすりむいてたりしたかもね。そうなんよ、いけ、ね、元気だよ。こっちだけなんか、立ってるのすごい。でもね、なんか人間って驚いた時って本当に声出ないんだなって思って、声が出なくて、なんかみたいな、なんか、え、何が起きたんみたいな。もうびっくりすると人間って声でんくなるんやと思いましたね。え、みたいな。でも今日はそれでショックを受けて、リッチにタクシーに乗りました。もうダメだ、もうこりゃやめた、タクシー乗ろうって言って、リッチにタクシーに乗って帰りました。タクシーに乗る理由が特殊。いや、ちょっとびっくりして、びっくりしたもんで、やばい、全然パイナップル うまく描けん。ね、ほんと当たりどころ悪かったね。確かに、ところまだ良かったって思って。そうよ、だってさ、いっぱいさ、今から大事なこと控えとるけんさ、マジでね。事務所に連絡なんで？え、してな、近いの分からん、うん、いい、分かりません。分からんけど、お母さんとお姉ちゃんに報告したわ。やばいやんって。パイナップルのイガイガ。イガイガ。警察に言うのよ。そうなんですか。なんかもうその場じゃ無理だったかも。だからなんかそうだね、でもね、めっちゃ おこだった、私。おこ、おプンプンしてた、プン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 、おこでした。おこ
起きて痛みがあったら病院行くわ。いや大丈夫よ。目が当たった。なんか右半身みたいな。そうよ、まあね、そんなこともあるのかな。みんなも歩くときに気をつけんだよね。本当に。そうなんよ。こんなに本当びっくりしました。びっくりですよ。信じられない、なんか。でも信じられないけど、自分がここまでちょっと元気なのも信じられなくって、信じられないことだらけ。シップ貼りな。お姉ちゃんと同じこと言ってる。お姉ちゃん、生きててよかったよ。生きてるよ、生きててよかった。シャレにならん。そうなんかな。私もう全然わからん、こういうの。でもなんか、すごいと思って、こんなことあるんと思って。ちゃんとした事故でした。後から症状出る。そうなんかな。どうやろう。でも動く腱折れてはないよ。極端やろ。折れてるか折れてないかだけで。折れてるか折れてないか。じゃん、ミッキーさんありがとうございます。パイナップルかけました。ありがとう。じゃーん。ありがとうございます。ファンキーパイナポー。ありがとう、ありがとう。ミッキーさん、ありがとうございます。なんか事故は甘く見てるわけじゃないんですけど、もう病院に行きなよって言われても、夜当たったし、行く時間もないしって感じなんですよ。もうなんかどうしようもできないんですよ。そうなんですよ。しかもその場で別になんかどうにか連絡先交換とかしてないから、何も知らない。もうだから、もうなすすべなしって感じで。そうなんです。決してこう甘く見てるわけではないんですけどもね。
な連絡先？いや知らないよ。もう知らないよ。いないですよ。あ、ありがとう。プン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 。連絡交換はせんね、普通。もらうんか。のんきすぎる。そんなこと言われてもね、もうだってしょうがないじゃん。もう、わかんないんだもん。対処法が。でも自分、多分そんなに、多分これでこけてたらね、多分わーってなってたかもしれないんですけど、私立ってたんですよね。もう体幹がすごい働いて、なんかめっちゃ立ってたんですよ。飛んだのに。なんか。だから、立ってたから、もう大丈夫かなって思ったのかな、わかんない。大丈夫そうに見えるじゃん、立ってたら。そう。やばいよって、ちょっと。なんかちょっとそういう問題じゃないかもしんないけどさ、怒られてもちょっと私もうどうしようもできない。どうしようもできないし、あれですよ、体のことを別に無限に扱ってるわけではなく、もう今そこまで痛みがないなら様子見、痛みがないっていうか、その腫れたりしてないから様子見しようかなって、まああざぐらいにはなるかもしんないけどさ、様子見しようかなぐらいしか思ってない。しょうがない。サイカリンが予知してたの。そうなの。サイカリンの夢に登場した。連絡先聞かんと。でもだって行っちゃったんだもん。自転車だったし。もう、おこ。おこだよ。こっちが逆におこだからね、ほんとに。プン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 。謝るの大事だよね。そうだよね。なんで今怒るの？なんで今怒って、ずっと怒ってるよ。今とかじゃなくて怒ってるよ。でも多分今日ついてなかったけど、多分いいことあるわ明日は。そう思っとこう。でもね、なんかあった時ってすごいとっさに頭が働かないんですよ。これは分かってても働かないことがすごくある。なんかびっくりするとね、もう一瞬頭が真っ白になって、
えみたいになるんですよ。だからこういうなんかとっさに判断して行動できるってすごい大事だなとは思うけどね。ねえそうよ、びっくりみたいなになりますね。ハートありがとう。次は大丈夫。いや待って、こんな経験なかなかしないですよ。本当にしなくないですか、普通に。だって私24歳で20年間生きてきて初めてですよ。なかなかないですよ。いや全くゼロではないけど、なかなかないですよ、確率的にはね。よく泣かなかったね。え、ほんとだ。泣いてない。泣いてません。泣くよりもちょっと怒りが。うえーんってね。心で泣いた。うん、泣いてない。ニコも何してんねんって。ありがとう。MC のネタならんわ。ならんわこりゃ。なりませんよさすがに。ならんわ。不向き、うん、これはちょっと不向きすぎるわ。いや、そう、今日のね、悪かったエピソード。痛くない？うん、大丈夫だよ。そんな大ごとじゃないです。打撲ぐらいだよ多分。なっても58分。休み、待って、今日この話しかしてないんだけど。あ、この話とアイドルズの話、どんな話だ。2個すごいね。おやすみ、おやすみ。待ってね。なんてこった。壇上呼ぶよ。福太郎さん、南波の久人さん、熊根パパさん、マクアラオンさん、みやびさん、太郎くんさん、ミッキーさん、ボンちゃんさん、東京のスワンさん、シーサーさん、トールさん、きなべこさん、はやりんごさん、ありがとうございます。え、おやすみ、おやすみ。また明日。お大事にして。ありがとう。
今日も元気に家に帰ってこれて過ごせたのはいいことだ。また明日。明日はツアー。ツアー。おやすみ。明日も元気に行きましょう。